今日の女性支部でですね、こう大腿骨骨折、まあ、あの美智子上皇后様がなってね、まあ、僕もなりましたけど、これが実は女性は怖いっていう話ね、死に直結するらしいんですよ、骨折でも。大腿骨骨折は単なる骨折で済まないと言われています。皇室関係者はひとまず胸を撫で下ろしていますが、予断は許しませんと。実はまだ安心できないと、美智子上皇后様の体調っていうのはまだまだこっからもしかしたらいろいろあるよっていう。周囲が危惧するのも無理はない。高齢女性にとって大腿骨骨折は死を招く大怪我と言われている。まあ、なぜならキキキリンさんね、キキキリン去年75歳、2018年に自宅で転倒して大腿骨を骨折、手術後一時危篤状態に陥り、骨折から約1ヶ月後に亡くなった。キキキリンさんが亡くなったのの、まあ、直接の原因になったってことなんですかね、大腿骨骨折がね。ね、芸能人では大腿骨骨折になった人は多い、一般でも多いですけどね、芸能人でも多い。木の実奈良78歳、2015年になったと。1ヶ月間車椅子生活。赤木春恵さんも自宅で骨折、まあ、この方は94歳で亡くなって。研ナオコさんも有名ですよね、舞台かなんかでなったのかな、71歳。あと黒柳徹子さん91歳、大腿骨骨折。だから黒柳徹子さんは未だに車椅子じゃないですか、91歳でね。だからほぼほぼ上皇后様と年齢は変わらない。だからこうなる可能性があるって話ね。なんで女性が多いのか、更年期以降の女性は女性ホルモンが減少するので骨を壊す破骨細胞の働きが強くなり、骨が脆くなる。骨粗鬆症になると少しぶつけただけのような軽い衝撃や転倒でも骨折しやすくなります。ひどくなると立ち上がったり急に動き出しただけでも折れると。大腿骨の骨折がなんで危険なのかというと、骨髄があるため他の骨を骨折した時に比べて出血量が多く、全身状態に影響が出やすい。骨折が原因で貧血となり体が弱くなることもある。確かに僕ね、大腿骨骨折したんですけど、左足のね、手術も見たらですね、太ももから背中にかけて内出血がすごかったんですよ。なんでこうなってんのっていう風に医者に聞いたんですけど、体の中で血が結構出てるんだって言うんですよ。で、それ手術によって出たのかなと思ったんですけど、多分だから骨折によって大腿骨を折ったことによって出た血なんでしょうね。かなりの内出血でしたよ。帯のようにドーッと。ちょっと引くぐらいの感じでしたもん。骨折した場合ほとんどのケースで手術が必要になる。ただし手術を受けても元通りの生活に戻れると限らない。むしろ手術が大病のリスクになることもある。しかも手術後に約2割の人に合併症が発生するとされると。怖いですよね。1ヶ月以内の死亡率は約平均 5%、 1年以内の死亡率は平均 20% とも言われている。他にも術後は繊毛といって時間や場所がわからなくなるような意識障害が起きやすくなる。寝たきりになると1日のほとんどベッドで過ごすことになり、活動量が減って脳への刺激が少なくなり認知症が始まることもあります。高齢者であればあるほど術後は体力が低下しやすいので、誤嚥性肺炎や心不全、感染症のリスクも高くなりますと。これちょっと驚きの数字じゃないですか。術後平均 20% で死亡率が高くなるって話なんですよ。この大腿骨骨折は。だから、美智子上皇后様がまだまだ油断を、まあ、できないと。油断は禁物だと。まあ、そういうことなんでしょうね、ということですね。まだまだここから合併症だったりとかね、他の病気になってしまう可能性があるということ。退院してリハビリを始めても若い頃のような回復力があるわけではない。寝たきりで筋力をほとんど使わなかった場合、筋肉質は3から 5% 減ると言われるので、筋力が衰えて歩けなくなることも多い。まあ、なるほど。ベッドに横に なっている時間が長くなるので、エコノミークラス症候群と同じで、足に血栓ができて突然死することもあるので、注意が必要。また、高齢者は糖尿病や高血圧などの持病がある人が多く、療養中に悪化する危険性もあります。確かに。美智子様っていろんな病気がありますよね。ずーっと
何ですか、原因不明の高熱がずっと続いたりとか、そうですね、いろんなものやってますよね。足、腰とかもね、いろんなのが。だからそういう部分で心配っていうところですよね。まあ一番いいのはミネラルウォーターを飲むことらしいですね。日本人が欧米に比べて骨粗鬆症になりたいのは、欧米でよく飲まれている硬水。日本の水道水にはミネラルがほとんど含まれていない。ただし日本人が硬水を飲むと下痢になりやすい。だから、〇〇山脈の水などと書かれて、だから、エビアンとかね、飲んだ方がいいよってことね。日本の山で採取されたミネラルウォーターを飲むと、富士山の水とか、そうです。水道水のミネラルが豊富ですと。美智子様が、ご友人に話したあれで、なんで自分が転んだのかわからないって言ってるんですよね、確かね。だから、転んだ自覚もないんですよね。だからそれが怖いなっていうふうに思うんですよ。多分なんか、何かにつまずいたとか、なんかそういうのもなかったんでしょ。ただ自然に転んだんですよね。足腰が弱くてね。で、ちょっと転んだだけで、大腿骨骨折。しかし、大腿骨っていうのは脊髄とかに直結しているので、死に至らしむ場合が多い。実際にキリンさんはそれで亡くなったという話なので、まだ油断はできない。1年以内に2割の人が、亡くなる可能性がある高齢者だとねというところなので、そこは宮内庁もしっかりとね気をつけていってほしいですねと思いますよ。万全の体制で。